宇崎塚の、四国一周車編路旅。こんにちは、宇崎塚です。今日は51番札所の石手寺に来てます。駐車場は有料しかなくて150円の駐車場ですね。民宿の駐車場が広いみたいですね。でそこに駐車場の、管理人さんがいるんでね、そこでお金を払います。こんにちは、はい、今払う感じですか？あ、はいはい、すいません。帰りですか？あ、今、はい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 、ありがとうございます。あの、右行って信号渡ったところです。はい、わかりました。はい、ちょっとお寺行ってきます、はい、街の中、外国の方が来てますね。こんにちは。あ、こんにちは。どこから来たんですか？え、どこから来ました？イングランド。ああ、イギリスですね。あ、イギリスの方でした。あれですね。あれがお寺ですね。もうなんか、ここの寺すげえなんかきらびやかだな。でかいな。ちょっと行ってみましょう。銅像がありますよ。ここが正面玄関かな。はあ。あ、手洗い場所がありますね。わあ、なんか、わあ、なんだこれ、櫓がある。ショップもあるんだね。お寺への道が続いてますよ。遍路用専門店、遍路ショップ、遍路 T シャツ、お遍路シャツ。1250円、意外と安いんだな。でもさ、 T シャツ入らないんだよね。俺さ、長袖長ズボンを着ようと思ったらさ、 SML しかないんだよ。でさ、 L が入んないの。でしょうがないからね、あの、袖なしのベストにした。ベストしかないですって言われて、 3L のベスト買った。 4L まであるんだよ。で、 4L のベストが6500円の、3L のベスト4200円なんだけどさ。屋根の下にもお店があるんだね。へえ、大したもんだな。数珠とか売ってます。数珠、扇子、飴売ってるな。飴、これは見かげ、お守り、大師飴っていうのが売ってたよ。大師飴。うどん、そば屋さんとかある。あ、門がありました。これが門ですね。あれ、なんかこのお寺結構なんかいろいろやかましいというか、集団的なんとかは、阿吽の像がある。なんだ、字だともに救われる。なんだろう、本がいっぱいあるの。なんだろう、これいろいろすごいな。やかましいね、これね。なんかでも見えたものが私、恋愛成就の絶妙な観察力、凡人は自分の損得を見る、観音菩薩は人の痛みを見る、現憲法は人の恐怖と、え、現憲なんだって、改憲案は国の繁栄を見る。うん、うん、行きましょう。
なんかでっかいわらじがあるな。あーでっかいわらじになんかお金がいっぱい刺さってるな。これ厄年の人がお金を刺すと厄が置いていけるっていうそういう系な感じですね。じゃあ中に入りましょう。おお結構広いな。正面が本堂、本堂、塔があります。右側、左側が大師堂かな。で鐘がありますね。なんだあれ、逆転なんすか。逆転、鐘を叩きに行きましょう。ビルマ戦争孤児への寄付をお願いします。鐘鳴らします。おお、いい音ですね。なんて書いてあるのかなと思ったら、ほら、幸せの鐘って書いてある。幸せの鐘って意味なんだろうね、きっとね。幸せの鐘って書いてあります。井戸っぽい何か。お地蔵さんがたくさんありますね。荒ぶる鷹のポーズなんかあります。坂の上にお堂があります。お地蔵さんか、お地蔵さんが入ったお堂があります。大きなお堂があります。塔、美しい塔が建てられています。そして千羽鶴、あ、これ本堂か。創業式ムーゲンニービー絶身ニームー式章公民速報ムーゲン会内しムーイー式会ムームー妙薬ムームー妙人内しムーロー氏元気再生の輪。元気になりました。パワーが出ました。七点抜刀元気石たったの500円、マジか。不屈の精神、七転び八起き、意志力、再生石、安い。これはマンダラ、洞窟、洞窟ですね。すごいな、洞窟。え、洞窟はどこにあるんですか。え、わあ、洞窟があります。わあ寒い、あ寒い、あわ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 あ寒い洞窟。わあ、わ、洞窟ですね。わ、洞窟だ。わ、すごい洞窟が続いてる。マントラ、仏の生命の流れ、流れを感じますね。洞窟でした。アトラクションがたくさんある。すごい。マジか、すごいな、これ。これが大師堂ですね。
接ハンニャハーラーミッター州即接州はギャーティギャーティハーラーギャーティハーラーソーギャーティボージーソーカーハンニャー神教以上で51番札所石手寺字が多い本当にどこを見ても字が書いてあるいろいろいっぱい書いてあるなんか文字だらけだな農協所ここでいいのかなよいしょこちらが51番札所の石手寺の御朱印ですねこれが奉納って書いてあってこれが梵字薬師如来石手寺以上です